ここはスイス東部の町サンモリッツです。シャンパン気候といわれる晴天の多い爽やかな天候で知られ、2回の東京オリンピックが行われたスキーリゾートの顔も持つ町です。今日はここから乗ることができる世界遺産の鉄道ベルリナ線と沿線のハイキングコースをご紹介します。レーテッシュ鉄道アルブラ線、ベルリナ線と周辺の景観として世界遺産に登録されているこの鉄道、どんな景観が待っているのでしょうか。サンモリッツを出発して30分、急坂を登り始めると氷河が姿を現します。モルテラッチ氷河です。モルテラッチ駅からは氷河に向かって歩く坂の少ないハイキングコースがあります。片道1時間ほど、ゆったり歩くことができます。列車は牧草地をぐんぐん登っていきます。ベルリナ・ディアボレッツァ駅からはロープウェイでディアボレッツァ展望台に登ることができます。展望台は標高2978メートル、ピッツベルニナなどベルニナアルプスの名峰やペルス氷河の大パノラマを楽しむことができます。やがてラーゴビアンコが見えてきます。英語で白い湖という意味です。氷河から溶け出した水が溜まっています。サンモリッツを出発して50分、ベルリナ鉄道で一番標高の高いオスピチオベルリナ駅に到着します。2253メートル、この駅で降りて次のアルプグリューム駅まで歩くハイキングコースはおすすめです。高低差があまりなく、湖と雪をかぶった山、高山植物の花々、そして赤いベルリナ線の列車も見ることができるでしょう。アルプグルム駅付近の景観も見逃せません。パリュー氷河が迫り、
谷間の景観も素晴らしい。アルプグルム駅のレストランで氷河を眺めながらの昼食もいいですね。ここから列車はイタリアに向けて谷間を降りていきます。サンモリッツを出発して2時間、車窓には美しいボスキアーボコが広がります。ブルージオ駅を過ぎると有名な360度のループ橋、ブルージオ橋を通ります。この鉄道は標高差1800メートル以上という険しい地形の中を走るのですが、ループ橋のような技術を使いながら自然と調和した景観を保っている点から世界遺産として評価されているのです。谷をさらに下り、イタリアに入り、ティラーノが終点となります。街の中では、なんと路面電車のように道路の上を走っていきます。世界遺産ベルリナー線、いかがでしたでしょうか。全線乗っても約2時間半と、氷河特急などよりは短いんですけれども、湖、白銀の山々、氷河、そしてループ橋と、スイスのさまざまな景観を楽しむことができます。いいねと思ったら、じゃん、チャンネル登録お願いします。待ってます。